水内育夫は日本のロボット研究者、東京大学博士。愛、地球博に全身筋骨格型、ヒューノイドロボット、コタロウを出展、後に、コジロウも開発した。他にホームアシストロボットや植物栽培システムの研究開発にも取り組む。東京大学大学院特任助手、講師、東京農工大学大学院工学研究院。 先端機械システム部門准教授、教授を歴任。水内は1995年3月に、早稲田大学理工学部機械工学科を卒業。同年4月に、東京大学大学院へ進学し、井上広重が教授、稲葉正幸が助教授を務める情報システム、工学研究室に所属。謙虚道、筋骨格構造のロボットの研究開発に取り組む。 修士課程を終了後、水内は博士課程に進学。2000年には日本学術振興会特別研究院に採択され、2002年1月からは博士課程を単位取得退学し、東京大学大学院情報理工学系研究科が科学技術振興調整費で設置した創造的ソフトウェア人材養成プログラムの特任助手に就任する。 同年3月には、博士の学位を取得する。筋骨格ヒューマノイドロボット、コタロ引き続き筋骨格ヒューマノイドロボットの研究を続け、全身を持つ、超多自由度筋、骨格ロボット、コタロを1年ほどで開発する。コタロは2005年に、愛、地球博のプロトタイプロボット展に出展され、その技術やデザインが注目を集めた。2006年には、水内は、 知能機械情報学専攻講師に就任。小太郎の後継にあたる小次郎を開発するとともにロボットシステムやキッチンアシストロボットの研究にも携わっている。2009年3月、東京農工大学に準教授として A 転、水内研究室を構える。農工大では農学部と連携したロボットの農業用にも取り組み、植物のロボット化として、 プラントロイドを開発したり、専門書の分担執筆を経験したりし、講演会にも講師として呼ばれている。また、空気圧を用いた跳躍ロボットやスイング動作の解析など、ロボットの動的制御に関する研究も実施。ホームアシストロボットについては、天井にカメラをつけて、片足台のロボットが玄関を片付けるロボットを開発し、さらには、 人間の主観に着目したロボットの知能に関する研究にも取り組んでいる。2020年8月、同大学大学院の教授に昇進。ありがとうございます。